ユニコースは、クレイのスーパーコンピュータ向けに開発されたユニックス系のオペレーティングシステムの名称である。ユニコースは、COS の後継である。ネットワーククラスタリング機能があり、他のユニックスとのソースコード互換層がある。1985年、クレイマイナスに向けに最初に登場し、その後他の機種にも移植されていった。最初のバージョンは、SVR2 ベースで、そこに、 BSD の機能をいくつも導入している。当初は CXOS という名称であった。これは1984年にクレイ XMP 上でプロトタイプとして開発されたものである。スーパーコンピュータでのユニックスの有効性を検証する目的で開発され、後にクレイ2に移植され製品化された。OS の切り替えはクレイリサーチ社内では ソフトウェアの大きな変革であり、例えば最重要製品である、ォートランコンパイラは高級言語で書き直され、最新の最適化やベクトル化が行えるようになった。既存の COS を使っている顧客が容易にユニコースに移行できるよう、COS にゲスト OS 機能が導入された。ゲスト OS としてサポートされたのはユニコースだけである。 COS のバッチジョブ経由でユニコースを起動し、COS のサブシステムとして動作させ、CPU やメモリや周辺機器がユニコースに割り当てられる形式であった。ユニコース自体は COS 上で動作するものもスタンドアロンで動作するものも同じであり、単にカーネルが一部のハードウェアへのアクセスを COS 経由のフックを通していっていた。 ユニコースの最初期のバージョンを使っていたサイトとして、ベル研究所がある。デニス・リッチーはバージョン8ユニックスの一部をユニコースに移植している。また、ユニコースにもゲスト OS 機能があったため、ユニコース上でユニコースをゲスト OS として起動する実験なども言っている。クレイがユニコースの名を冠してリリースした OS には、以下のようなバリエーションがある。ありがとうございます。